この動画は、ゆっくりボイスで、ナレーションしています。字幕対応もしてませんので、機械音声が苦手な方は、他のチャンネルをご視聴ください。毛布が気持ちいい季節ですね。クロンのレジンの作業場所が寝室なので、チャタロウも連れてくるんですけど、ふと振り返ると、こんな感じで気持ちよさそうに、スヤスヤしてます。これだけ無防備だとさ、何かしたくなるのが、人間の性ではないでしょうか。どんないたずらしちゃおうかなぁ。ぐふふふふふふ。はぁ、気持ちいいなぁ。まだまだ寝足りないわんね。動くのが面倒だわん。もうちょい、まったりしたいなぁ。ねえねえ、チャタロウさん、遊ぼうよ。ねえってば、起きて起きてー。めんどくさいママワンだな。ちょっとさ、まだぼーっとしててさー、動くのが面倒なんだわんね。ダメだ。全然遊んでくれない。ねむねむー。もうカメラ止めてさ、ママワンも、僕と一緒にゴロゴロするわん。あら、お顔のお手入れしてるの？かわいいねー。もっとやってやって。もう うるさいわんなー。寝るわん。寝ちゃうの？ねえ。おい。うるさいわん。あ、冷たいじゃないの。おい。あっちゃいけ、寝れんわん。なんだよ、かまってよ。ねえねえ。あっちゃいけってば。もう、寝れんやろがー。イライラしてやんのー。ぷっふふふふふふ。こんにちは、こんばんは、クロンです。皆様、いかがお過ごしでしょうか。さあ、今回からクリスマス作品行ってみようと思います。第1弾は、クリスマスリースっぽいピアスを作ってみたよ。早速本編をどうぞー。ほいー。今回は、ダイソーのこちらのモールドを使います。動画では初めて使うんじゃないかなー。でさ、クリスマスリースといえば、やっぱ緑色じゃないでしょうか。普段のアクセサリー作りで、緑色をあまり使わないので、今回はここぞとばかりに、緑の材料を使っていきたいと思いますよ。ささ、それでは、今日も元気に、行ってみよう、やってみよう。まずは、金色のラメを入れてから、緑系のフロッキーパウダーを使いたいと思います。フロッキーパウダー、冬作品とかモフモフ系作品に、大活躍だよねー。今回はね、ぶっちゃけ、超簡単。ただただクリスマスっぽくしたい。これがテーマです。資材をこれ以上、増やさずに作品を作るようにしているんですけど、いざ、買わないって決めて、手元の資材をいろいろと探ってますと、まあいろいろと持ってるもんですねー。このフロッキーパウダーなんか、今日で使うの3回目ですよ。でもって、こちらは、クラッシュシェルです。このクラッシュシェルですけど、すごくキラキラなので、なんとなく夏っぽい作品に合うかなーって勝手に思ってたけど、テーマ次第では何でもいけそうだなーって思いました。それにしても、緑色ってさ、なんか好きじゃないのよねー。だけど、クロンの誕生石が、エメラルドとか翡翠なので、緑色なんですよ。なので、誕生石がルビーとか、サファイアとかの人、憧れちゃいます。はい、でこちらは、緑色のラメです。ずっと使ったことなかったけど、これはこれで綺麗でした。どうもねー、自分の好みが前面に出ちゃうので、使う色とか、
デザインとかが似てきちゃいますよね。はい、こちらは衝動買いで買って一回も使ってないパール。今回初めて使います。ただね、今回使ってみて思ったんだけどさ、クローン、アクセサリーばっかり作ってるので、3ミリ以下のパールばっかり使ってます。つまり、この大きめのパールは、どう使っていいやら、球体にでも入れるしかねえか？なんかさ、ネットショップで、この色とりどり、大きさも色々となパールセットを見て、かわいい、買うーってなっちゃったんだけど、ちゃんと使うイメージを持ってから買わないとダメだねー。クローン反省です。あ、で、こちらですが、こちらはフロッキーパウダー入れてから、金ラメ入れて、で、さっきのパールセットのパールを装飾してみようと思ってます。クリスマスは、緑色、大量消費キャンペーンだな。次はクリスマスツリーにするか？そうすれば、緑色が使えるな、うんうん。あと、クリスマスで緑色って何かありましたっけ？ねえな、ねえは、難しいな。もっとアイデアの引き出しを増やさねばだね。ほい、こちらは、クラッシュシェルで作ったリングに、これまたずっと使ってなかった、何かのキットに入ってた、ビジューとかパールとかを使っていきたいと思います。こうやって使ってみると、いいじゃないのって思うんだけどね、何せ使う量が、ちょびっとなので、減らないよね。てかさ、結局、ちょびっとずつしか使わないもんが多いので、100均で、念のために2個買うとか、ネットショップでも、ちょっと多めに買っちゃうとか、全然無駄だったわーって思う。で、お次は、こちらはダイソーでゲットしたリボンです。これが一番細いリボンでした。でね、これをリングに巻きつけて、クリスマスリースっぽくしたんです。ささ、やってみるぜ。まず、蝶々結びをして、リングの上部中央に、ボンドでしっかりと接着をしました。でね、ある程度くっついたら、両側のリボンを巻きつけます。リボンに少しずつボンドを塗っては、巻きつけて、っていうのを繰り返しました。これがいいのかどうかわからないんですけどね。思ったより、大変でした。でもクリスマスリースっていやー、リボン巻き巻きかなーって。もうちょっとリボンが細いと、なお良かったんだけど、ま、今回はこんな感じです。最後は、リボンをカットして、リングの内側に貼り付けちゃいました。いろいろと試したけど、これが一番、うまくいきました。ほい、完成。金色ラメが結構隠れちゃったなぁ。リボンを巻きつけた状態で、いろんな装飾をした方が良かったかなぁ。はいー。ピアス金具つけて、こんな感じになりましたー。こちらは、クラッシュシェルちゃんです。結構気に入ったぜ。でも、なんとなく、色合いは、これが一番好きかも。クリスマスっぽさが出てる気がしてます。で、リボンバージョンです。もうちょっと、派手にしたもよかったなぁ。で、こちらは、ラメで作ったリングに、パールを貼り付けたバージョンです。これも、なかなか色合いが好き。金色が入るとゴージャスだねー。はいー、ということで、今回のサムネイル画像はこんな感じにしましたー。クラッシュシェルバージョンは、他との色合いのバランス上、メンバー入りできませんでした。ダイソーのこのタイプのモールドは初めて使ったんですけど、なかなか優秀ですね。他にも作りたくなりました。また別のテーマで作ってみたいと思います。それでは、
今回はこの辺で。最後までご視聴、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではではー。